今回はですね、大阪南馬、波吉庵の栗生ドラ焼きを食べてみました。先日ですね、普通のタイプの生ドラ焼きですね、波吉庵のものを食べたんですけれども、あんこの香りがですね、すごく濃厚でですね、美味しかったので、こちらのですね、生ドラ焼きも期待しています。栗生ドラ焼きですね、このような感じになっていまして、ちょっと濃いめのですね、この焼き具合がすごくですね、見た目いいですね。 でクリームなんですけれどもこのような感じで入ってまして普通の生どら焼きの場合はあんこも一緒に入ってるんですけれどもこちらのどら焼きですねあんこは入っていないタイプでした、はい、まずですね半分にカットしてみたんですけれどもこのようにですねクリームと真ん中にですね栗がちょっと大きめの栗がですね一つ入ってて少しですねあのクリームの中に細かくですね栗の細かく切ったものが入ってるという感じでした でどら焼きの生地はですね柔らかくてで生クリームのふわっとした食感とこの栗のですねちょっとホクホクとした食感がですねとても美味しかったです先日食べたですね通常タイプの生どら焼きの方はですねあんこの香りがですねすごくしっかりとしていて食べ応えもあってですねすごく美味しかったので個人的にはですねそちらの方が好きだったんですけれども こちらのですね、栗入っているタイプもですね、こう生クリームをしっかりと堪能できるですね、美味しいどら焼きだなと思いましたのでこちらの方もですね、是非食べてみてください。